今日はじゃん、プラレールアドバンスの IR コントロールユニットを使って遊んでみましょう。はい、前回ご紹介した IR コントロールセットですね、輝きの IR コントロールセット、これは、はい、覚えてますよね。このリモコンで遠隔操作できるってやつですね。もうこれは今でも楽しくてやめられないですね、これ。前回はコントロールセットだったので、すでにこのアドバンスに IR コントロールユニットが組み込まれて販売されていました。今回はプラレールアドバンスのこの ASC 対応っていうもの、これを IR コントロール化するユニットですね。で、今回はこの E5 系新幹線はやぶさを、このままだと普通に走るだけなんですけど、このユニットを組み込んでリモコン化して輝きと一緒に走らせてみたいと思います。923型3000番台ドクターイエローも走らせてみようと思います。これは IR コントロールユニットがもうないので普通に走らせたいと思います。さあ、どんなユニットが入ってるんでしょうか。おお、輝きの IR コントロールセットは輝きの色で、ここゴールドのラインだったんですが、別売りのコントローラーはブルーのラインになってますね。青の色も少し違う感じですね。前回バンド切り替えを A にしているので、こっちは B にしておきましょう。はい、これがコントロールユニットですね。はい、何の柄もない車両が標準でついてますね。はい、これだけでも一応走らせることはできそうですね。はい、手前が今回のはやぶさで、奥が普通の今まで売られていたはやぶさですね。はい、大きくデザインで変わったところは、ちょっとここの、これが左右、わかりますか？この灰色のやつが左右逆になったぐらいですかね。はい、それではユニットを取り付けてみましょう。各車両ねじれ止まっているのは一箇所だけですね。こう一箇所外して、はい、単4電池を2本入れて、本体も外します。で、かぶせて、こちらもかぶせて、止めます。はい、ではあとはスイッチを入れて、オンにして、あ、こっちの電池がないや。はい、リモコンの方にも電池を単42本。はい、それではスイッチを入れて、オン。もうこれだけですね、簡単。はい、輝きもオンにしてみましょう。いいですね。輝きとはやぶさ、デザインが違うので、今回わかりやすいですよね。はい、輝きをもうちょっとスピードアップ。そして、はやぶさもスピードアップ。
はい、それでは車庫入れしてみましょうね。まずここで停車させますね。もうちょい、ここだ。でポイントを切り替えてバックで進め、はい、こうやってバックで最後はストップした。あ、行き過ぎた。はい、こんな感じで車庫入れも楽しめますね。はい、で反対向きに出発。はい、マックススピード。はい、さすがにマックスだと横転しちゃいますね。カーブはスピード控えめにします。はい、今日はプラレールアドバンスの IR コントロールユニットで遊んでみました。それではバイバイ。